Soundbite. All right, welcome back to Chris's room. とですね、このビデオはセカンドパート、恐怖について。もう本当にこれを知ってたら、恐怖が自分のことをやっつけることができなくなっちゃう。逆に恐怖が自分の部下になるっていう話なので、ぜひもし最初のやつ見てなかったら最初のを見てください。Let's get back into this thing. So I just told you, 人間は恐怖の方の行動力が高いと。幸せになるっていうよりも恐怖が怖いから動く。自分を守るため。で、まあ変なメールが来る、上司から怒られるって思うと自分がバスに当たるみたいな感じで自分が死んじゃうって思ってる。だから自分を守ろうとしてそういう行動はしない方がいいよとか、そういう感じで恐怖があるんだよね。Alright、この次のがすっげー面白いんだよ。でこの話は T. ハーブ・エッガー先生っていう人のMillionaire Mind、 もう英語の発音できなかったよ。億万長者のスピリチュアルな億万長者っていうプログラムから学んだ話です。でどういうことかというと、ね、恐怖っていうのは実は自分の部下みたいなもんなんだよっていう話なんですよ。で彼が言ってるのは、ね、昔さコロンブスとかの時代の船ってさあるじゃん、あなたのキャプテン、あなたをキャプテン、オッケー、ごめんね、ちょっと編集で綺麗にしてくれ、冗談ありがとう、で昔さあの軍艦ってあったじゃない、船の軍艦、ね、でコロンブスの時代とかスパニッシュのスペインとかイギリスの古い軍艦で木でできててさ、で風で動いてた軍艦ってあったでしょ。でじゃあ例えばあなたがその軍艦のキャプテンになるっていうふうにしましょう、ね、でその軍艦の一番高いマストに、ね、目がいいやつをまあ、24時間、まあ、スタッフ何人いるかもしれないけど、24時間そこに貼り付けて、その船が他の軍艦と当たらない。嵐があったら報告する。なんか危険なものがあったら、キャプテンに報告しなさいっていう、まあ、仕事をやってる人がいるでしょ。ね。英語でセンチュリーって言うんだけど、まあ、こうやってさ、望遠鏡を持っててさ、危険なことを常に見張ってるわけよ、24時間。実はこれがあなたの恐怖君なんだ。で24時間バスに当たるか、ね、その氷のでっかいのに当たって船が沈んじゃうとか嵐に当たるかっていうのを常に見てるわけよ。でよく間違えるの。例えばもうハワイで氷がないところを軍艦が海通ってるかもしれないんだけど、 でっかい海で白いなんかさ白いのがさ海の波で出てきたら、それを氷だと思ってキャプテン氷に当たります氷に当たりますとか言うわけよ。よく、たまには本当に正しいことも言うんだけど、よく間違ってることを言うわけよ。で、意味ね、関係ないこと。本当になんか、バカなことを言うわけよ。キャプテン、多分嵐が来ます。なんでやって言って。いや、そこにちょっとさ、曇りが見えるんです。嵐が来るんですよ嵐が来るんですよって言って、なんか14歳の、12歳の子供みたいな部下がさ、バカなことを言ってるみたいなことなんだよ。で、あなたはキャプテンとして、頑張ってくれてるな。ありがとう。任しとけ。大丈夫だよ。って。って言わないといけないんだよ。だから、あなたはキャプテンとしてどこに行きたいのかっていうのを理解してないとダメだよ。自分はここに行くっていうところを知ってて、じゃあこういう危険性はあるだろうって自分で理解してて、で、その時に部下の恐怖君が、キャプテン来てますよ来てますよってなって、ああ、やべえってなっちゃダメだよ。ありがとうって言うんだよ。だから本当にその軍艦の見張り役みたいな感じで、マジあなたのことを守ろうとしてるんだよ。で、あなたが無視すると、いろんな大きい理由とかもつけてくるわけよ。ね。例えばビジネスでやりたいことをやりたいとか、仕事を変えて転職して本当にやりたい生き方で生きていくんだってなったら、恐怖君は、ね、それ怖いから、いや、それやっちゃダメですよって最初軽く言ってくれるんだよね。でも、いや、やるんだってなったら、いや、でもそれやったら、社会性の信頼も失うし、給料も入ってこないし、生活もできない。いわゆる、キャプテン、あなた、死ぬんですよ。って言ってくるわけよ。ね。あんたはキャプテンとして、こういうふうに言えばいいと思うの。Thank you! ありがとう！私は恐怖を感じてても、行動は取ります。で、恐怖君に、こう言ってもいいと思うよ。ありがとう！俺に任しときな。私に任しといて大丈夫だよって。で、そうすると不思議に恐怖君は、あ、大丈夫なんだ。
ってなって落ち着くんだよ。本当にこれ試してみて。だってその恐怖君も自分なんだよね。恐怖君は勘違いしてるだけなんだよ。で、注意ポイント、ね、うちの素晴らしいスタッフから教えていただいたことなんですけれども、自分がキャプテンじゃなくて、そういうしっかりどこに向かってるのかっていうのを決めないで、ただ単にその軍艦に乗ってて、で、恐怖君が言ってることを素直に聞いて全部かなり聞き始めちゃうと、もっと恐怖君が変なこと言ってくるんだよ。おかしいこと言ってくるのね。例えば、キャプテンキャプテン、あのさ、あそこの星があるでしょ。で、微妙に右側に赤い星があるじゃん。これは悪い霊がいるっていうことなんですよ。だから悪い運なんですよ。私たちは悪い運に囲まれてるんですよ。あ、そうなんだ。俺悪い運に囲まれてるから、だからうまくいってないんだ。そうなんですよ。で、他のこともあったでしょ。だからダメなんですよ。っていうふうになっちゃったらダメだよね。だから恐怖君は永遠に24時間頑張ってくれてる人なんだよ。ね。で、恐怖君に使われるか、自分が恐怖君の上司、キャプテンになって、これは俺の船だ。俺が行きたいところに行っていく。失敗っていうのはない。経験なんだ。死ぬわけじゃねえよ。逆にやりたいことやってても死んでもいいじゃん。それは当たり前だよ。っていう感じで生きていったら、多分恐怖君ともっともっと仲良くやっていけると思います。 Alright、well, Thank you very much for checking out the video。 何か質問があったら、この公式 LINE @chris にメッセージを送っていただければ幸いです。で、私セミナーとかインターネットのトレーニングプログラムとかもやってるんで、ぜひぜひ Please check out my website。 Instagram もやってるよ。Alright, thank you so much. I hope you guys have a great weekend. じゃあ、良い週末を。 And I'll see you in the next video.